皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね。本日はですね、後ろの桜見てくださいよ。この桜めっちゃ綺麗やで。めっちゃ綺麗綺麗、ね、ってことで花見動画にしましたね。まあね、まあ僕は相変わらずぼっちなので、こうアソサーとかで募集かけても、まあ、多分来ないと思うので、こう今日はね、この中央寺と一緒にね、花見観戦ね、しようかなと、お花見をしようかなというふうに考えておりますね。というわけでね、まあ、満開の桜とともにね、陰キャがねお花見するだけの動画ですけどもね、まあ皆さんね見ていただければなというふうに考えております。外のね桜になります。いやー綺麗だなー。いや中央大学のねこう桜ってあんま俺見たことなかったんだけども、いやむっちゃ綺麗だなっていうふうに思いますね。まあ、あそこに花見やってる人もいるし、ちょっとね、まあこれをね、ね、バックにしてね、ちょっとね、お花見をやろうかなっていうふうに思ってます。まあ、ぼっちでね、お花見っていうのはね、やっぱり相変わらずね、悲しいもんなんですけども、まあね、それでも、やっぱりね、お花見、ちょっとね、学生生活最後のね、お花見、やろうかなというふうに考えておりますので、ね、今からね、ちょっとお花見の方、やっていこうかなっていうふうに考えております。お花見今からやるんですけどね、まあ、後ろにはね、見える通りね、こう、集団でね、お花見してるね、陽キャラどもがいるんですけども、まあ、私はね、ぼっちなので、一人でお花見しようと思います。あ、一人でね、中央寺と一緒にお花見しようかなっていうふうに考えてる。座らん。まあいいや、こいつなんか、たりつけ悪いんだよな。まあいいってことで、やってるんですけど、雨降ってきた。あ、なんで雨降ってんだよクソガヤ。ということでね、今からねちょっとね、お花見の方やっていこうかなっていうふうに考えております。あー、もうなんでだよ、なんで雨降るの。俺がね、こうやってわざわざ ね桜を見ようとね、こうやって花見をしようとしてる時に雨ですか。なんやねん。ゲー、団子食っていこうかなっていうふうに思うんですけどもね、ね、団子と、まあ、あとコーヒーあるんで、ね、いつも僕が食うね、大道のコーヒーなんですけど、まあ、マジで雨降ってきたな。ちょっともう早く撮影終わりたいんで、ちょっと早くね、団子食おうかなっていうふうに思うんですけども、まあちょっとね、一人でね、寂しく、一人じゃないか、一人と一匹でね、寂しくね、お団子をね、食事する、動画になるんですけども、てかめっちゃ降ってんじゃん。なんで俺がいきなりね、花火しようとした瞬間にね、降ってくるんだけど、ね、桜散ってるし、キャーッ、うわっ、うわっ、ということでね、花火を楽しみたいと思います。ね、まあ早くも団子食わねえと、もう雨だから多分団子も今雨使ってるし、やばい。もうなんでこんな時に雨が降るんだ、ふざけんじゃねえよ。もうゆっくり今日はね、日々の日頃の話してね、花見するつもりだったのに雨がかぶってんじゃねえか、この野郎、ふざけんなよ。うん、うまい、食え、おいしいですよって感じで今食わせております。はい、まあ、そんなことはどうでもいいとして、まあ雨の中ね、花見をね、一人でやるというね、まあ綺麗ですね。うん、うまい。もうね、花なんて見てる余裕ないですね。まあ花より団子とはよく言いますけども、まさに今そんな状況でございます。なんで俺がさね、外に出たタイミングでね、こんな都合よくさ雨降るのかね。早くコーヒーも飲まねえと。隣の陽キャどもはね、この後ろにいるね、後ろにキャピキャピキャピやってる陽キャどもはね、ちょうどね、花見が終わるタイミングでね、桜見れんのにさ、俺が撮影し始めた瞬間にね、猫ドバーって雨降ってくんだよ。ふざけんなよ。もう最悪だよ、もうくっさ、もう こんな花見の予定じゃなかったんだけど、もっとさ、もうのほほんとしてね、もっとゆっくりとお花見るつもりだったのに、もう団子ただ急いで食うだけの動画になってるんですよ。ふざけんなよ。
中央寺とね一緒に花を見るシーンも撮影しておかないと、映えのために、映えのためにインスタグラムに載せなきゃいけないから、映えのために載せておきます。よし、ごちそうさまでした。ま、マジで雨降ってきた。もう、もう、ゆっくり花見こじろ、こじろよ花見。マジで雨降ってる。もうやばい、急いでコーヒー飲まないと。もうなんでこんな雨降ってくんのよ、ふざけんなよ。あ、まだコーヒー飲み終わんね。もうこういうのもゆっくり飲むもんなんだよ。なんでわざわざ雨に濡れてね、こうやって取らなきゃいかんねん。ふざけんねん。もう中央寺もずぶ濡れじゃねえか。守ってあげる。あ、うまい。ようやく飲み終わりました。あの皆様ね、まあこう中央大学ね、最後のね花見ということでね、まあこのね、ね桜をバックにね、まあいい感じの風景が撮れるかなと思ったらね、まさかのね大雨というね、まなんともね、私らしいね結末でね、キーうえうえなんですけども、まあこんなもんでね、陰キャが花見するとね、大雨になるということでね、皆さんねこうもしね中央大学ね今桜綺麗なので、多分おそらくもうあと2日か3日したら多分もうおそらく雨降ってるからもう落ちてると思うし、実際今隠れ知ってんだよいっぱいね。もうてかもう雨なんで、ね、あの中央寺とねもう桜の花見はねもう約10分弱で終了したいと思います。クソみたいな花見でした。まあ、中央大学ね、最後の花見もクソみたいな花見だったっていうことで、皆さんありがとうございました。さよなら。もうてか雨、マジで降ってきたんで早く上がります。おっしゃー、なんでこういう時に動画撮ってねえんだよ。まあいいや。